時計春は中華民国の軍人、中華人民共和国の政治家、賛成派出身の国民革命軍軍人である。字は、晴れ派。直霊陸軍小学堂、清川陸軍第一予備学校を経て、保定陸軍軍官学校に入学する。1918年に卒業し、遠尺山率いる賛成軍に加入した。1923年、陸軍。 第24主任参謀権軍艦教育団、大隊長に昇進している。1925年、臨時出政府衛隊旅参謀長となり、間もなく、賛成省に戻って共同団教育長となった。遠釈山が駅死した後の1927年の秋に、国民革命軍第3集団軍第7、軍省省参謀長に任せられ、後に、左次軍前総指式参謀長となった。 1928年、北平中条憲兵司令に任せられ、同年末に、第125旅度々長となる。1930年11月、第27市市長に昇進し、さらに、北平警備司令、金平康氏守寺司令となった。1931年、進む軍第四軍副軍長に昇進する。1934年から、陸軍大学特別班。 第2期で学んだ。1936年8月に陸軍少将区組を、翌年5月には陸軍中将区組を授与された。日中戦争勃発後、祖径春は三世民族革命同士会、高級幹部委員会委員となり、さらに第2戦区参謀長に任ぜられた。1941年3月、第8集団軍副総司令に昇進し、 さらに第二戦区帰宅軍総司令に任ぜられた。日中戦争終結後、大同で日本軍の幸福受諾官を務めている。1947年9月、国民政府主席東北行長い総参議権、信用防守司令官に任命される。同年12月、河北省政府主席に任ぜられ、さらに北平ただ視察総監や補定、水税交渉主任も、兼任した。 1949年1月、蘇慶春は、風作儀の北平無欠会場に従った。中華人民共和国建国後は、政務院参事、第2期から第4期の中国人民、政治協商会議全国委員会委員、中国国民党革命委員会、中央委員研秘書長、全国分子資料研究委員会委員などを、歴任した。 1966年9月12日、北京市にて死去。去年71。ありがとうございます。